皆さんこんにちは、レバレジーズ公式チャンネルの飯野です。今回はなんと九州大学にやってきました。私も九州大学に来るのは初めてなんですけど、本当に広くて綺麗な大学なんですよね。調べたところによりますと、なんと東西に3キロ、南北に 2.5 キロ、合わせて275ヘクタールということで、ぶっちぎりの日本一の広さを誇る大学だそうです。でここでどんな企画をするかといいますと、九州大学で部活動を頑張っている学生さん就活のガチ相談を行っていきたいなと思います。レバレジーズは九州大学の部活動のスポンサーをしているんですけれども、そういった就活も部活も頑張りたいという学生さんのリアルな声を聞けたらいいなというふうに思っています。ぜひ部活動を頑張っている学生さんを中心にご覧いただけたら嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。1人目はこの方です。はい、九州大学ヨット部で主将を務めさせていただいております前田翔太郎です。スローガンとしてこの一歩というスローガンを掲げています。年間目標としては7大戦優勝と全日本インカレ歴代1位を目標に活動しています。よろしくお願いします。聞きたいことは何でしょうか。体育会系の部活は企業さんにどういうふうに見られているのか、就職に有利なのか不利なのか、どんぐらい有利なのかなっていうのはちょっと気になります。はい、そうですね。なんかもちろんその部活やってましただけだとそれがこう有利に働くとかってことは正直ないと思うんですけど、その部活の中でどういった目標を置いてそこに向けてどれくらいこう練習を頑張ってとかで、それでこう結果をどう出したかみたいなところ、なんかそこをちゃんと自分でこう言語化をしてそれをこう企業さんに伝えられたら、それはすごくあの有利なことなんじゃないかなと思ってます。まあ、前提結構大学生活っていろんな選択肢がある中で、楽に生きようと思えば生きれるあの手段もある中で、そこでこうちゃんと自分で部活を選んで、まあ、ある程度こう厳しい環境に身を置くっていう判断をしてるってことは、あのそれだけでもすごくあの価値のあることなので、それをこうきっちり整理をして伝えられると、あのすごく就活では有利なんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ちなみに前田さんはなんでヨット部に入ろうと思ったんですか。もともと大学入ったらマリンスポーツをしてみたいなっていうふうに思ってて、まあ、そこで一番ヨット部に惹かれて入部しました。なんでマリンスポーツに。かっこいいかなみたいな。かっこいい。実際にやってみてどうですか。ヨット自体も楽しいですし、まあ、ヨット部身を置く中で人としても成長できるっていうのがヨット部のいいところだと思ってて、せっかく企業の方が隣にいるので聞いてみたいこととか、それ知りたいなみたいなことってありますか。企業さんは、まあ、就活生のどういう部分を見てるのかなっていうのがすごい気になります、なんかちょっとさっきの話とかぶっちゃうところもあると思うんですけど、こう何をしてきたかというよりかは、どういうことを考えて何に注力してきたかっていう、なんか一段深い考え方とか価値観とか、そういったところを見てる企業さんは多いんじゃないかなと思います。これは本当職種によると思うんですけど、まあ、例えばコンサルさんとかだとやっぱ論理的思考力が素地ちゃんとあるかとかも必要ですし、営業会社さんとかだと人と人とのこう話をするコミュニケーションのところのなんか素地があるか、これなんかめちゃめちゃ両方強くなきゃいけないとかではないと思うんですけど、とはいえこう弱みを補填するのも結構大変なので、はいはい、土台があるかとか見てるんじゃないかなと思います。なるほど、はい、貴重なお時間いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。次にお話を伺うのはこの方です。九州大学アメフト部マネージャーの熊野美博です。九州大学アメフト部は九州での優勝を目標として今年は優勝することができました。私はマネージャーとして広報関係の仕事を主にしてます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね、優勝したんですね。はい、3年ぶりです。3年ぶりの優勝。では就活のお悩みを教えてください。はい、部活と両立しながら効率よく企業研究を進める方法を教えていただきたいです。はい、今結構オンラインとかで1回3時間ぐらいかかっちゃうものもあるんですけど、なんか複数の企業さんの企業説明を聞けたりとか、その後模擬面接をやったり座談会をするようなセミナーがあったりするので、こうそういうオンラインのイベントを活用して効率よく企業研究をするのがおすすめです。隙間時間があったら積極的にイベントとかに参加してみようと思います。ありがとうございます。他には何か気になることとかありますか。
面接の時に気をつけてほしいポイントとか印象に残りやすいポイントなどがあるのか教えていただきたいです。印象に残りやすいポイントとしてはやっぱり自分の言葉で話してもらうっていうのが一番かなと思っていて、結構就活の面接用にこう作り込んでお話しされてるなっていう学生さんとか結構いらっしゃるんですけど、なんか自分がやってきたことに自信を持って自分の言葉でなんか伝えてもらえたらいいかなと思ったりします。私よく面接で緊張するんですけど自信持って臨みたいと思います。ありがとうございます。ひとさんは就活時代とか緊張とかされてませんでした？私ももともとめちゃくちゃ緊張するタイプで、特に会社の偉いっぽい感じのお兄様とかが出てくると結構緊張したんですけど、途中でそんなによく見せなくていいんだなっていうことに気づいて、ありのままの自分をいいと思ってくれる会社に入ればいいんじゃないかと、なんか途中で気づくタイミングがあって、なんかそこからあんまり緊張しなくなりました。他に何か聞いてみたいこととかありますか？そうですね、大学会系のその学生でいいところっていうのは共通した点などがあれば教えていただきたいです。大学会系の学生さんって何か目標に向かって頑張るっていうことを学生時代にしてきてくれているので、なんかこう会社においてもこうチームとか組織の目標に向かってこうそれぞれの役割をしっかり発揮してくれるんじゃないかなっていう、その努力の再現性みたいなところがすごいなんか見えたお話をしてくださる方が多いので、なんか素敵だなと日々思ってます。しっかり不安を払拭できたのでありがとうございます。よかったです。それでは次の方たちはこの方たちです。九州大学男子ラクロス部3年の高野明正です。九州大学男子ラクロス部3年の西原大輝です。九州大学3年の男子ラクロス部の山北翔太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速なんですが、今日聞きたいことはどんなことでしょうか？僕から就活の軸っていうのがまだブレブレで、もし体育会系をやってるならどんな軸でたらいいのかなっていうのを疑問に思いました。よくあるのはこう自己分析って就活でされると思うんですけど、なんかこう何をやってきたかの分析もそうなんですけど、なんかそれぞれのタイミングでどんな自己決定をしてきたか、で部活に入るっていうのも一個自己決定だと思うし、なぜそれを決定したのかみたいな、なんか意思決定を振り返ってみると結構自分の軸ってできてきたりするので、なんかそれがもうプロセスとしては一つおすすめで、なんかあとはこう出てきた軸ってとはいえこういろんな社員さんと話してるとブレていくものだと思うので、なんかそれはもうブラッシュアップしていくものだなって思ってもいいんじゃないかなと思います。では続いて、はい、じゃあ自分から、企業からその大学でその部活をしている体育系の人たちに求めていることみたいなことが聞ければなって思います、部活してきた方々ってこうハードな環境に身を置こうと決めたっていうところはすごく企業側としては素敵なポイントだなと思うところなので、高い目標に向かってこうめちゃくちゃ努力をしたとか、なんかその努力の過程もいろいろと試行錯誤しながら自分なりに前進していったとか、そういう経験が少なからず絶対部活やれた方あると思うので、なんかそれって仕事でもすごい生きる経験だったりするんで、なんかそこのこう前進力とかこう目標に向かってトライアンドエラーを繰り返してみるとか、そういったところはぜひ会社でも活躍いただけるポイントなんじゃないかと思います。ありがとうございます。では続いての質問です。やはりなんかインターンとかでこの自己 PR っていう文章を書くときにすごく自分をどうやってこのせっかくこの部活に入ったのにどうやって表現してばいい、していけばいいのかっていうのがすごいずっと悩んでいて、そこら辺のなんかコツとかポイントとかってあったりしますか？そうですね、自己 PR のポイント、なんかこうご自身で自分の強みだなって思うことを書くっていうのはもちろんなんですけど、多分それこそたくさんのチームメイトがいるので、チームメイトに自分の強みとか、なんかチームでこういいなと思うところどんなところとか、そういうところ聞いてみて他の人の意見を参考に自己 PR 書いてみるのもいいんじゃないかなと思います、はい、結構自分の強みって割と自分の中で当たり前になってて、
これ本当に強みかなって思うことあると思うんですけど、他の人とから見たら絶対それってあなたにしかないよっていうことあると思うので、そういったところを情報収集して文章にしていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。これから皆さん就活ということだと思うので頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでリアルな声をお聞きして人事の方にお悩みを解決していただきました。部活動をやっているからこその悩みもあるとは思うんですけれども、だからこそ得られたものもたくさんあるんだろうなというふうに感じました。これからの活躍が楽しみです。これで今日の動画は以上になります。概要欄には企業ブログや採用情報なども載っていますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。